お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのバレバレ枯渇ね、使っていこうかなと思います。というわけで、最近バレバレ枯渇めっちゃ使われてるんですけど、またちょっとね、型が違う、枯渇枠がちょっと多め、枯渇枠がちょっと多めですね。ちょっと若干なんか噛んだので、言い直したんですけど、これ、スケルトン部隊が最近はスケで、プリンセスの子、ファイボの方がまあメインとして流行ってるので、プリンセスない方とかはぜひね、その方で、まあ使ってみてください。というわけで、スケルトン部隊がね、入ってきましたね。まあプリンはたまに入ってるんですけど、まあそういったところで、スケバレとか、ゴブリンバレルにウッドとかザップをね、使ってくれたら、もうね、スケーブで全部守れるっていう、まあそんな感じですね。というわけで、やっていきます。というわけで、昨日ね、クラロワリークがね、ありまして、なんとね、まあいろいろちょっとペラペラ喋っていくんで、ぜひ、俺まだリーグ見てない、喋らんといてって思う方は、ぜひ、僕の動画をね、一旦閉じて、リーグぜひね、見てきてからの方がいいんじゃないのでしょうか、と思います。というわけで、ぜひ見てみてください。というわけで、まあ、2V、まずね、結果から言うと、まあ、勝ちましたね。チームとして勝てました。パチパチパチっていうところなんですけど、よいしょ。で、まあ、今回 2V2 に、まあ、僕出たんですけども、2V2 ね、ストレート勝ち、2-0 でね、勝てましたね。で、まあ、ライラットペアで出て、まあ、前も勝って、今回も勝てて、まあ、いい感じかなというところでね、なんかデッキが今回僕ら多分結構やばかったんですよ。そう。自分たちでも分かってるんですけど、なんか本当に、なんか親衛隊で攻める、なんか変なデッキを、まあ今回使って、うわ、やべえってちょっと皆さん思ったかもしれないんですけど、で、クローン戦士だったんですよ。クローンデッキ攻めるみたいな。そう、変なデッキ使って、結構ね、え?呼ぼうみたいな多分思われてたかもしれないんですけど、全然クローン刺さってなかったですね。言っちゃうと、そう、なんかまあ若干途中ミスもあったんですけど、試合中にクローン3回使って、まあ1回目はちょっとね、びっくりクローンでおーってなったんですけど、2回目になんかウッド打とうとしたら、なんか使いミスってクローン打っちゃって、なんか親衛隊、橋にいる、この辺にいる、橋の端前にいる親衛隊1体か2体だけにクローンかかるっていう、なんともね、微妙なクローンちょっとかけちゃうっていうね、こともありつつ、まあ最後はいい感じのクローンが、かかってね、大逆転することもでき、まあ、なんか、たまたまね、逆転できたって感じなんですけど、最後。よいしょ。まあなんか、そんな感じでね、ちょっと、よいしょちょっといろんなね、デッキを見せつつ、まあ勝つこともできてね、本当にいい感じですね、マジで。負ける気がしないぐらいね、もう最強に仕上がってるんですけど、よいしょ。まあ、そんな中で1戦目はね、バルーン使ったんですかね。さっき2戦目クローンの話をしてて、1戦目今回なんか解説がなんとみかんさんで実況キッスさんっていうので、いやー豪華すぎーって言ったところで、うわ、ボムーいいボムだ。定位置に投げます。さっきからボムで美味しくいただかれてるのがちょっと嫌なのでね。よいしょ。まあそういうところでね、これ絶対ポイズン来ます。裏吹き屋置いて今の間に攻めます。よいしょ。チチ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 で、ボムが来ます。あ、OK、OK、OK、いい。で、ナイトか。裏ナイト。裏じゃない。これを来たんじゃん?さあ、プリンの、またスケが出てくるかな。出てこない、バレル飛ばして。まあ、そういうわけで、まあ、実況解説がね、岸さん、みかんさんだったりというところで、なんかね、いい気持ちになりますよね。表現がむずいんですけど。一緒のチームでやってた元ポノス所属のみかんさんがポノスの試合をこう解説するっていうのはなんかね、まあ簡単に言うとエモいってやつですね。そう、楽に表現すると、なんかまあそういうところでね、まあ、みかんさんが今回解説だったんで僕らねバルーン使ったんですけど、まあいい感じにね決まりましたね。みかんさんといえばバルーンなので、じゃあバルーン使うしかないよねっていうところでね。まあ、たまたまね。さすがに嘘。さすがに、みかんさんが解説だからバルーンはやってますけど。まあ、なんかたまたまね。いい感じでバルーンも使えて。
もう満足ですよね。やべえ、ちょっと待って、ダメージ大逆転されてきてる。攻める、攻めます、攻めます。ボムがちょっと厄介ですね。ボムが、うん、いやこれ多分俺らが次の回転が間に合う。うん、いや間に合います。これ回ってないっす多分。ポイソン、いや回ったな、ぴったり回ってんな。思ってる、ある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 、マジで。スケボラにだって落下だけでも痛い、やだ。でポイズン打てないから、オッケーオッケー。でこれゴミ部飛ばして、飛ばして飛ばして、だいたい防衛もしないといけない。はい、ナイスー、グッドゲーム。危ね危ね。普通のバレバレ枯渇かな、最近流行ってるのだとファイボがあって、しかもスケなので、まあ、回転がちょっと早いんですよね。まあそういったところでもっともっとこう高回転で崩すとか、まあ固まってきたところをファイバーで溶かすとかがあるんですけど、まあプリンとまあスキブなので、まあ回転ちょっと劣るものの、まあ枯渇させる枠が多いという部分では、まあ使いやすい説はねあると思うんで、ぜひまあいいかなと思いますだけで、まあ通別が出てよかったです。そして KO1 ね、麦が先頭で3立てというところで、いやー見てましたけど、うますぎますね彼は、マジで。さすがに、さすがにうまい以外何も言えなかったっすねまあでもいつかは3立てするだろうなと思いつつ、やっと3立てしてくれてね、非常にね嬉しいですねマジで。というわけでね、5-0 ですね、前回ストレート勝利まあできました。というわけで次、来週まあ土日2試合あるんで、それもちょっとね両方勝ちたいですね。1個がノバなので結構山場と言いますか、まあ、大事な試合になるのかなと思います。というわけで、次土日ねあるんで、ぜひ次もね応援よろしくお願いします。はい、という感じで、今回26引きましたね。バレバレ枯渇真面目に26きついっす。攻めが通んないし、まあ攻めが通んないですね。で、相手のファイブウッド削りに、負けちゃうっていうところなんですけど、まあ言うてワンチャンがある、あるです。これまあスケブで守って、さすがにこれ攻め打ってきたらうますぎてね、もうどうにもできないですよ。オッケー。ウッド使った。で、多分左にアイスピぐらい使いそう。オッケー。で、後ろスケ。おー、いい。やばくね？冴えてますね。で、4コスホグ、ボム構えて、2100まで削るのでかいですね。で、僕はマジで、スケバレに大砲で、なんだっけ、ゴブリンバレルにウッド使われたら、ダメージ入らないので、オッケー。このでけえ、このダメージでかい。端前プリンで稼ぐしかないんですよ、真面目に。端前プリンと、まあ、ウッドとか。で、削るしかないので、できるだけね、削れるときに削るですね。ちょっと攻めっと怖いですね。よいしょ。さあ、で、復帰は残る？あ、お前残るよ。残ってほしいな。まあまあまあ、流れとしてはいいですね。で、次、多分ホグ行きます。回転めっちゃ早い。いや、来ねえのか？来る。で、ウッド来るな。うまい。うん、いや、でも、スケが避けてる。ナイス。いやー、ホグお前もう一発入るんじゃねえよ。痛えぞ。まあ、でもまだいけるな。全然いける。で、右側にユニット展開したらダメっすね。なぜなら、これマスケ来る。延命します。ファイボか？ウッド使う。いやー、でもこれ今チャンスっすね。ナイトに滝が行って、その間に、これボムって、スケブでよかったか。オッケー。ゴブリンナイス。端前プリンでちょっと狙うけど、あー、さすがに分かってますね。ケーキちょっと怖い。あと698ですね。ボムさえあれば耐えれるんですけど。ボムが、これウッドまで使って防衛します。ウッド使えば完封できそう。オッケー。いや、でかい。あ、スケベルの落下もでかい。ナイス。スケベで守れるとでかいですね。バレル飛ばせばさすがにウッド、誰しもがやっぱ使うので、その瞬間にホグがやっぱ来るんですけど、そこをね、スケルトン部隊で守れるとでかい。で、ここですね。ウッド使わない、温存してる。大きい逆サイプリン、ナイス。で、ここはマスキーかなんか来る。延命する。で、真ん中マスキー吹き矢でぶち抜く。ぶち抜けない。攻める。よいしょ。
いや、スキャミ強えな、マジで。このバレルずらせばよかった。お、ナイス。よく生きた。で、気持ちね、延命もしつつ。オッケー。ミスさえなければ生きるぞ。ミスさえなければ生きるぞ。で、ここになんならウッド系探したいね。もうめっちゃ外す。これたまに言いますよ。マルチで結構いるんですよ、これ。お前、それはさすがにやべえだろ、みたいな。ゴブリンバレル。でも、結構外します。てか、自分もされたら外すことが多々あるんですけど、ナイス!ゴブリン、グッドゲームですね。なんか、めっちゃ大きいゴブリンバレル。なんか、絶対これ当たるだろう、みたいな感じで、めっちゃ後ろから打っと転がしたり、すっごい待って打っと転がしても、なんかよく外れるんですよ。なんか、めっちゃ後ろのゴブリンバレル。意外とありですね。なんか不意をつけるというか、防衛ファイブとか絶対ウッド使ってくるっていう時に、まあちょっとずらすっていうのもありですし、めっちゃずらすっていうのもね、意外と周りなんじゃないかなと思いますね。というわけで、今回相手はロイホグですね。神相性引いた説ありますね。ボムタワーなので相手のロイホグが刺さんない。ああ、スリーマスケティアだったらまた話が変わりますね。まあでもか、さすがに勝てそうですね。あ、でもエリポンがだるいですね。サンチナエリポン入りだったら、あ、でもロイフグなんでエリポンないですね。ゴースト U のタルババー、スリーマスケッティア、っぽいんですけど、あえてタルババなので、後ろのプリント吹きや、そしてスケルトン部隊低めを多分一生突破できないので、さすがに今回は僕が勝ったかなと思います。ふーし。ダックプリ、全然違うデッキだったら恥ずかしいな。そして負けた時はもっと恥ずかしいな。あ、ファイブあるのか。まあ。よいしょ。さあ、スケバレバレルしたいですね。なぜなら、タルババが回ってない。しかもこっち、オッケーオッケー、いい。で、裏言うの。回るんかい。ファイボーが厄介ですね。ファイボタル2枚。どっちかだったら多分結構余裕で勝てそう。で、ダクピー型なので、言うのがいないっすね。もしかしたら。気づいちゃったんですけど。さあ、で、プリン。ナイトでもう攻めたいですね。ガンガン攻めます。前半のうちにダメージ削っとかないと後半マジで削れないですね。いや、いいヒースピだ。オッケーオッケーオッケー。回ってないですね。あー、プリンナイス。いや、このプリンのダメージめっちゃでけえ。なんならこれウッドすれば相手のハンターまで溶かせるまである。いや、次当たんね。あー、まあ、タルさえてくれた。で、ボム構えてプリンでいっこ。さあ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 、いや、でかいですね。で、これなんならも削ります。後ろ三子。チチチュン。オッケーオッケーオッケー。永遠攻めとけばもう僕のペースですね。相手も攻めたいと思うんですけど、まあ、スケッティーや。来ますよね。で、ここ、僕は守れるかどうかっていうところなんですけど、タルなので、多分守れると思うんですけどね。結構余裕で。ぶっちゃけ結構余裕で守れると思うんですけど。タルバボイ。あ、スケ、マスケッティーが殴ってる。やべ。余裕とかがぶっこいてて恥ずかしい。ちょっと待って。ダックプリか。裏ダックプリ。そんな余裕がねえな、相手今。来た。なんなら、イニーテル。タル使った。で、まあ、ダックプリ受け。はい。ああ、ファイボーか。これ、はじめプリン稼ぎていいけど、さすがに分かってるかな。分かってました。やば。そのハンターは、やるでしょ。さすがにそれは普通に。やります。だって僕がしなかったら4ワードを捨ててますからね、相手。それはね、君の読みと、もう勇敢なるね、ユニットを出したことに、さすがにそれはうまいとしか言えませんね。よいしょ。あ、でもそのハンターは美味しい。ファイブも使った。いけるぞ。いけ、どん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 、ウッド裂いて、ダックプリ立て剥がして、で、もう、吹き矢がね、やっぱ、うざいんですよ。ファイボタルあっても、これですからね。しかも、見てこのスケブ。いやー、世界一うざいっすよ、これ、絶対。このね、止まんないんですよね。スケルトン部隊が。攻めで。守りでも優秀なスケルトン部隊が、相手がタルババとかだと、より棒、攻めでもね、大活躍すると。まあ、いうところでね、まあ、使ってて楽しいんでね、僕、こういうデッキすごい好きですね。ぜひ、皆さんもね、バレバレコカツ使って、見てください。というわけで終わります。次回ね、クラルリーガルの土日見てみてください。応援よろしくお願いします。というわけで、チャンネル登録とね、高評価、コメントの方もぜひよろしくお願いします。お疲れちゃんでした。またね。